はい、皆さん、こんにちは。えー、通夜館内史の横山と申します。えー、今回は日本歴史の、えー、日朝関係史について見ていきたいと思います。えー、日朝関係史ということですが、えー、日韓関係史もね、えー、含まれますので、えー、日朝関係と日韓関係ですね、両方含まれますので、よろしくお願いします。はい、えー、ではー、14世紀あたりから見ていきたいと思います。1392年に李政権が李氏朝鮮を建国します。 李成慶というのはもともと高麗の武将だったんですけども高麗を倒しまして自らね李朝鮮という国を建国しました15世紀に入りますと日朝貿易が活発化しますで日朝貿易はですね対馬の宗子というですね対馬というのはその日本列島と朝鮮半島の間にある、ねまあ、島ですけども えー、そこのですね、えー、藩主である宗主を通じてですね、えー、行ったわけですね。で、えー、その日朝貿易においては、特に木綿がですね、えー、大量に輸入されまして、で、それがですね、まあ、日本社会に大きな影響を与えたというふうに言われてますね。1419年に、欧泳の外交が起こります。欧泳の外交というのはですね、えー、朝鮮軍がその対馬をですね、まあ、襲撃した事件なんですが、 その当時ですね、和光と呼ばれるその海賊がですね、えー、その朝鮮半島周辺をですね、えーそのまあ、活発にです、ね、活動してたんですけども、その和光のですねその本拠地が対馬、まあ、じゃないかということで、朝鮮軍はですね対馬、えー、をまあ襲撃したわけですねで。この大江の外交によって、えー、日朝貿易がですね、まあ、一時的に中断し、えー、するわけですね。えー、1510年 三歩の乱というのが起こります。三、えー、歩の乱の三歩というのは、えー、これはですね、えーそのに、日朝貿易のために開かれた三つの港のことをですね、三歩と言いますね。で、その三歩には、その日本人がですね、えーまあ、住んでまして、で、その、まあ、貿易に関するですね、まあ、特権が与えられていたんですが、その、 その日朝貿易に、ねえー、関するその貿易、特権がです、ねまあ、その縮小、減少したわけですね、えー。それに不満を持って日本人が、つまりその散歩に住む、ね、日本人が暴動を起こしたわけですね。でこの散歩の乱によって日朝貿易はまあ衰退していくというふうになります。えー、1592年、文、えー、禄の駅ということで、えー、その後のです、ね、97年の慶長の駅と合わせて、まあ、これは、ねえー、豊臣秀吉の朝鮮出兵ということになります。 えー、豊臣秀吉はですね、えーまあ、日本においてはその全国統一しまして、えー、日本は統一したんですけども、さらに野望を抱きまして、ですね中国の民もですね、まあ、その侵略しようということで、えー、その、まあ、民をですねその攻める前に、その朝鮮にですね、えーまあ、その服従するように、まあ、言ったんですけども、まあ、朝鮮はですね、まあ、それに反発しまして、拒否しまして。 で、秀吉は結局ですね、えー、九州からその朝鮮攻め込んだわけですね。文六の駅に関しましてはあのー、当初はですね、日本軍はかなり優勢で、そのソウル・ピョンヤンあたりもですね、今でいうそのソウル・ピョンヤン辺りも、まあ、その占領したんですけども、えー、こうその後にですね、李俊信というですね、まあ、有名なその軍人がいるんですが、その李俊信の率いるですね、 えー、朝鮮水軍等の活躍によってですね、えーまあ、結局ですねその、まあ、向こうが挽回してきてですね、えー、結局休戦になるわけですね。で、1597年に、えーそのまあ、和解をですね、えー、しようと、まあ、交渉してたんですけども、まあ、それが決裂してですね、えー、再びその朝鮮半島に攻め込んだと、それが慶長の駅ですね。 で慶長の駅はですね、もう初めから苦戦してまして、で翌年にですね、えー、その秀吉があ、まあ、病死しちゃってですね、まあ、それによって日本軍はあ日本に撤退したわけですね。で、この7年ぐらいですね、えー、その文禄の駅と慶長の駅合わせてですね、まあ、7年ぐらいね、えー、その日本とその朝鮮で、ねまあ、戦争してたんで、 えー、お,お,お互いの国がですね、まあ、その多数の人がですね、まあそのまあ、死,死亡したり、えー、負傷したりしましたし、えー、またですね、えー、秀吉政権も、まあ、これによってですね、えー、膨大なその費用がかかりましたから、その秀吉政権がですねあ、豊臣政権ですね、豊臣政権がまあ衰退していくわけですね。 江戸時代に入りまして、1609年に朝鮮と対馬が、既有約定というですねえ法律、条約をですね、締結しますね。これはですね、日朝貿易の中心である対馬とその朝鮮との間のね、条約なんですけども、これによってですね、そのプサンに和漢がね設置され、またですね、え、ー その宗氏ですね、えー、その対馬の藩主であるその宗氏にですね、朝鮮貿易の,その独占的な、ねえーまあ、権利がまあ与えられたわけですね。えー、1636年に、えー、朝鮮通信使が、えー、その日本にやってきましてで、その時にですね、日本国大君というですね、えー、その称号を使っていたわけですね。1711年に新井白石が その新井白石による改革の一環としてですね、朝鮮通信使の待遇を簡素化しました。それまではですね、朝鮮通信使を丁重にですね、その、待遇してたんですけども、それをね、簡素化したわけですね。で、さらに、その朝鮮通信使が日本に対して使っていた称号ですね、日本国大君から日本国王というですね、称号に変えさせまして、それによってですね、 えー、その日本の地位を、まあ、さらに、ね、こう高くしたというふうになります、はいえー。次にですね、明治時代に入りまして、えー、1873年に戦艦、えー、論争というのが起こります。えー、当時ですね、えーと、朝鮮というのはあの鎖国政策を取ってたわけですね。でえーまあ、日本としてはですね、まあ、開国させたいということで、あのー 開国を要求してですね、でもしその朝鮮がですね拒否した場合は武力制圧しようということで、えー、そういうね考え方のことね、政観論っていうんですね。で政観論は具体的には西郷隆盛や板垣退助らの、えー、留守政府のね首脳,首脳がですね、まあ、唱えてたんですね、政観論ですね。えー、ですが、結局ですね、あのー、海外にまあその、えー、留学、 海外にね行っていたその大久保利通らによってですね、その政官論はあの反対にあってですね、結局、西郷隆盛らはゲアするわけですね、そういった事件が起こります。1875年に高架党事件というのが起こりまして、これはですね、日本の軍艦の運用というのが、高架党でですね、朝鮮を挑発して、まあ ちょっとしたね、小競り合いになったのをね、それを高加島事件と言います。で、まあ、これによってですね、高加島事件によって、結局ですね、1876年に日朝修好条記というですね、条約を結びまして、で、日本がですね、あのー、その鎖国状態にあった朝鮮をね、まあ、開国させたわけですね。 でまあ、これはですね、その日朝修好条旗に関しましては、えー、そのプサンのほかですね、えー、神泉岩線というです、ねえー、港をまあ開かせて、でまたですね、領事裁判権や関税免除をね、まあ、認めさせるということで、まあ、日朝修好条旗というのはですね、まあ、その不平等条約だったわけですね。1882年に神後事変というのが起こります。 えこれはですね、大雲君という,う人がですね、その大雲君の,その派閥のですね軍隊が反乱を起こしまして、それによってですね、この反乱は鎮圧されたんですけども、その貧妃政権はですね、その新国に依存するようになります。1884年に今度は行進事変というのが起こりまして、親日派のですね、金玉金らがですね、 の独立党がですね、反乱を起こすわけですね、クーデターを起こすんですけども、これもね、鎮圧されることになります。で、この頃ですね、1885年に福沢諭吉ですね、一万円札や慶應義塾で有名なね福沢諭吉が、脱アロンというね、その論文を発表します。これは簡単に言うとですね、日本はそのアジアとですね、仲良くするのではなくてですね、 えー、そうではなくて、ヨーロッパ列強の、えー、一員になるべきだということをね、まあ、主張した、ねえー、ことですね。それを脱アロンと言いますね。で、同じ年にですね、天津条約というのが結ばれまして、これは伊藤博文とですね、えー、新国の李光翔との間でですね、えー、結ばれたんですけども、日清両国がまあ朝鮮から撤退しましょうという条約になります。 えー、1889年に朝鮮がですね、亡国令というのを出しまして、えー、この亡国の国体がは穀物ですね、えー。すなわちお米とか大豆などの穀物の輸出を禁ずるということでね、えー。これによってですね、日朝関係がさらに悪化するわけですね。はい。えー、それで1894年に、えー、交互農民戦争が起こります。えー、これはね、えー、東学党の乱とも呼ばれたりしますが、 えー、西学、すなわち西の学と書いてね、えー、がキリスト教で、えー、朝鮮における、ね、民族宗教が東学と、ねえー、呼んでいたんですが、その東学のですねその信者が反乱を起こすわけですね。でそれがきっかけになって、えー、日本軍とですねその清軍が朝鮮半島に、まあ、あ出兵しまして、で、えー、結局ですね、日清戦争が、まあ、勃発するということになります。 で、1895年に、えーまあ、結局ですね、日清戦争は日本の勝利に終わりましたので、下関条約がですね、えー、結ばれまして、えー、それでですね、えーまあ、下関条約によっていろいろ決められたんですけども、そのうちですね、新国は朝鮮の独立を認めるということが決められました。えー、同じ年にですね、敏妃殺害事件ということで、敏妃というのはですね、その、 皇宗のですね、えー、その王様の皇宗のですね、木崎ですね。で、この人は、あのー、まあ、秦とね、仲良かったんですね。えー、ですから、そのえー、中国の秦、ね、と、まあ、仲良い人だったんですが、日清戦争がね、えー、その秦がね、敗北で終わった後は、反日のね、態度をまあ示したわけですね。 えそれで、三浦五郎、中朝大将ですが、指揮して、結局ですね、その敏妃というですね、そのまが殺されちゃうね、事件が起こるわけですね。1897年に、国号を大韓帝国と解消します。今まではね、朝鮮と呼んでたんですけども、国号ね、大韓帝国ということで、帝国化したわけですね。 で、えー、その、北欧の皇総も皇帝になってですね、皇総皇帝になったわけですね。えー、1904年に、えー、日露戦争が勃発します。で、えー、その年にですね、第一日韓協約が結ばれます。えー、1905年に、えー、桂太郎とタフトの間でですね、えー、これはアメ,アメリカの人物ですが、 えー、カツラ・タフト協定が結ばれまして、アメリカがですね、日本の韓国保護国家をね、まあ、承認したわけですね。で、1905年に、えーまあ、日露戦争もですね、まあ、日本の勝利に終わりまして、か、ま、ろ、あ、うじて勝ったんですけども、まあ、それでですね、えー、アメリカのポーツマスで、えー、講和条約が結ばれます。はい、えー、それで1905年に第二次日韓協約が結ばれます。 えー、第2次日韓協約によって、党幹部というのがですね、えー、韓国に設置されます。えー、初代党幹が伊藤博文ということで、えー、この党幹部というのはですねあの、韓国の外交権をですね、えーまあ、担う役所なんですけども、まあ、その党幹部を設置することによって、ですね、韓国の外交権をまあ接収して、ですね、えー、韓国を保護国化したわけですね。 1907年にハーグ密誌事件ということであの、ハーグというのはですねあの、オランダの都市の名前なんですけども、まあ、そこでですね、えー、国際会議が開かれてたんですね。で、えー、その韓国の構想がですね、構想皇帝が、えー、その第二次日韓協約の無効をですね、訴えるために密誌をですね、そのバンコク平和会議という国際会議に送ったんですね。えー、ですが、 もう日本がですね、その韓国を、その、報告化することは、もう、その承認を得てましたから、まあ、結局ですね、その密誌を送っても、まああのー、失敗に終わったわけですね。で、えー、まあ、結局ですね、それによって、あのー、さらにですね、えー、その、韓国が、日本の、えー、その、統制下にね、まあ、よき、 よより、ね、置,か置かれるるうになるわけですね1907年に、えー、第三次日韓協約が結ばれまして、えー、今度はですね、韓国の内政権を掌握することになります。で、1907年、まあ、この頃ですね、義兵運動というのがね、まあ、本格化しますね、えー。義兵運動というのは、その韓国併合までにですねその、朝鮮の民衆によってですね、 反日闘争ですね。反日武装闘争のことをですね、疑兵運動っていうんですがその、ちょうどこの頃がですね、まあ、一番この盛り上がってくるわけですね。1908年に、えー、東洋拓殖会社があ設立されます、えー。これはですね、朝鮮の土地開発の国策会社ですね、が設立されます。えー、1909年に伊藤博文があハルビンでですね、 えー、青年の民族運動家、安住公によってですね暗殺されますね。まあ、安住公もですね結局、あのー、死刑でですね、まあ、処刑されるんですけども、えーまあ、伊藤博文がですね、まあ、この年に暗殺されます。1910年に日韓併合条約ということで、えー、大韓帝国をです、ねまあ、朝鮮に、まあ、解消しまして、えーまあ、朝鮮がですね日本の、まあ、植民地になるわけですね。 で、えー、その時に、えー、朝鮮総督が設置されまして、初代の、ね、朝鮮総督が寺内正武という、ねまあ、軍人が、ねえー、就任するわけですね。でソウルはです、ね、昔官城と言われてたんですけども、慶城とい,、ね、いうふうに名前が変わりまして、でその朝鮮総督によってですね、えー、武断政治が開始されるわけですね。すなわち武力によって民主を抑えつけると。 でえー、土地調査事業もですね、まあ、こ,れこの時からまあ開始されるというふうになります。えー、1919年に3.1独立運動が起こります。えー、これは、えー、ソウルのですね、えー、パゴダ公園という、ねまあ、公園があったんですけども、えー、そこでですね、独立宣言書の、ね、朗読会を行っていたんですが、それが、ね、拡大しまして、えーまあ、全土に、ね、広がったわけですね。 でその運動自体はですね、その非暴力的だったんですけども、まあ、朝鮮総督府がですね、えー、まあ、軍隊を動員してですね、まあ、弾圧したわけですね。1923年に関東大震災が起こります。えー、それでまあ、東京とかですね、横浜を中心に、あのー、被害はね、非常に大きくてですね、えー、大体10万人ぐらいの方がお亡くなりになったんですが、 えこの地震でですね、東京がですね、混乱してましたので、その混乱のさなかにですね、朝鮮人が反乱を起こすんじゃないかということで、朝鮮人がですね、虐殺されたわけですね。そういった事件もありましたよと。あと戦時中ですね、1940年に宗主解明ということで、その朝鮮人のですねその名前をですね、 えー、日本人風にまあ変えるっていうね、えー、ことが起こりましたと。えー、あとは、あ1945年に、えー、終戦でね、えー、日本はその負けましたので、戦争に負けましたので、まあ、その朝鮮のです、ね、植民地が解放されたというふうになります。1948年に、えー、アメリカ軍がですね、占領していた場所に大加民国ができ、 えー、ソ連軍がですね、占領していた場所にあの、朝鮮民主主義人民共和国が成立します。えー、ですから、北に、えー、北朝鮮、南に大韓民国ができるということですね。で、韓国の初代大統領が李承晩ですね。で、えー、北朝鮮のですね、えー、初代の主席がキム・イルソンですね、が、えー、就任します。 1950年に朝鮮戦争が勃発します。これはですね、北朝鮮がえその38度線をね超えてまあ攻め込んできたわけですね。で、朝鮮戦争に関しては、北が優位になったり、南が優位になったりですね、非常にこう激しい戦いがあったんですけども、結局ですね、あ、のー まあ戦争はですね、膠着してですね、えー、で、まあ、休戦協定がですね、まあ、話し合いが始まりまして、結局ですね、1953年に、あの、反問店というですね、えー、その国境の反門店で、その休戦協定がですね、まあ、調印されたわけですね。1961年に、ボク・セイキがですね、スクーデターを起こします。えー、このボク・セイキっていう人は、あのー、 もともと軍人なんですね。で、この人は、その、クーデターを起こしてですね。で、結局63年に大統領に就任するんですね。で、あの、まあ、日韓基本条約が1965年に結ばれますが、その時のね、大統領が、その、牧正期というね、大統領ですね。で、1965年に、その、日韓基本条約が調印され、日本と韓国がね、国交が正常化されます。 えー、1987年にノテウ大統領が就任し、えー、翌年ですね、1988年にソウルオリンピックがあ開催されます。えー、ですからあ、ソウルオリンピックというのはね、ノテウ大統領の時に、えー、開催されたということですね。で、えー、1997年に、えー、キム・ジョン・イルですね、労働初期、労働党初期が就任します。キム・イルソンのね、息子ですね。 で2000年に、えー、初のですね南北会談ということで、えー、その北と南のですね、えー、その代表者が会談したわけですね。2002年に日韓 FIFA フフワールドカップということで、サッカーのワールドカップがですね、えー、日本と韓国の共同開催という形でね、えー、開催されたわけですね。で2002年に、えー、小泉純一郎、 首相がですね朝鮮北朝鮮に訪朝しまして、日朝平壌宣言というのをです、ねえーまあ、結んだわけですね。で、その際に、ですねその後にその5人のですね拉致被害者が帰国してきましたと。2004年にノムヒョン大統領が就任し、2006年に北朝鮮で北地下核実験が強行されますということになります。